サッカーエゴイストチャンネルへようこそ。このチャンネルは中学生や大学生などの育成年代の指導に力を入れていらっしゃる名古屋 FC の代表尾崎さんと一緒にサッカーの有識者にインタビューをしていく番組となっております。では本日も前回に引き続き本田さんをお招きしてのトークになりますのでよろしくお願いします。はい、この分またお久しぶりですって言って入りますんでよろしくお願いします。いえ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 、ちょっとフリーズする可能性がある中でまたすいませんけどもよろしくお願いします。はい、お願いいたします。高橋、今日のテーマは、はい、本日のテーマはですね、監督就任3年目で全国へ導いた指導法とは。まあコーナーの堅苦しいテーマはこっち置いといてさ、この分さ、はい、3年目っていうことは、3年目ってことは、はい、今の3年生が監督になった時の1年生ってこと。そうですね、今の3年生が、ね、1年生の時から監督ですね。ね、はい、ということは、まあ、いわゆる気心知れた、まあ、中学生から入ってきた選手をこう3年間こうやってきた成果っていうことですよね。はい、そうですね。すごいじゃん。そういうこと考えればすごいじゃんね。いえ、うん、選手が頑張ってくれたので、はい、うん、じゃあまず近藤健一郎監督が、まあ、その新たに監督に就任して、まあ、指導方針というかね、この今日の指導法とはなんだけども、指導方針的には若い監督さんはどういう考え方でその高知中央の監督を引き受けてどうやってこうチームを作っていこうという、そういう根底のところかな、根幹のところをちょっとお聞かせ願いんですかね。そうですね、まあ、自分は、まあ、母校っていうのがあるので、で、まあ、自分も学生時代に全国舞台経験させてもらって、うんうん、高校サッカー選手権の方に、まあ、出場させていただいて、うん、で、まあ、監督、まあ、コーチの時からもそうなんですけど、僕開幕戦が国立競技場をやったんですね。くじ引いたら開幕戦だって、あの選手権の時、はい、都立三鷹高校さんとやらせてもらって、で、国立の何ですかね、空気感というか、それがすごく、うん、まあ、今でも頭に残ってるんですけど、うん、まあ、そういう舞台を、まあ、選手にもこう経験させてあげたい、でその中でやっぱ勝ち進んでいきたいっていう、まあ、思いで指導に当たっております。うん、でもそれもなんか近藤君の運というかさ、そういう選手権で、はい、普通皆さん国立を目指しましょうと、いきなり国立だったわけでしょ。そうですね、ベスト4からしかね、立てないので、そう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 、はい、たまたままあ、くじのおかげで。その時監督誰だった？今日本文理大附属、大分県の日本文理大附属の小涌君だろ？小涌先生でした。はい。なあ、はい、僕は高知中央に初めて出向いた時は小涌君だった。はい。に出向いていただきました。いまだに電話で喋っとるけど。去年選手権に日本文理さん、そう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 、おめでとうって、はい、おめでとうっつってやっといたけど。そうです、ね。うん。だからそうかそうか、ホワイ君の教え子か。そうですね。ああ、彼も一生懸命やってたもんな。うん、まあでもその都立三鷹って、もまさか都立三鷹ってその時監督山下さんじゃないよな。違うか。山下さんやったと思います。確か今。今霞ヶ浦の山下さんだって。駒場の。じゃあ多分そうですね。山下さんやったと思います。あ、そう、はい。山下さんとは同級生。あ、そうなんですね。山下さんと同期。ああ、そうなんですね。そう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 。山下さんといまだにこの YouTube も一緒になってやってる。これまた高橋。はい。山下さんにの土産話ができたね。
はい、一つできました。これ試合はどうだったの？どっちが勝ったの？試合はうちが先制、後半前半 0-0 で後半うちが先制したんですけど、うん、その後にあの3点や入れられて、うん、1-3で、あ、三鷹が勝ったの？ 1-3 で、はい、やられました。あのおじさんもね、やり手というかね、はい、僕と同い年だから、うんうんうん、まあちょっとこうしたたかなんですよ。あのあと都立駒場高校も強くしたし、あ、多分ベスト8ぐらいまで都立、そう、はい、進みましたね。うん、まああの親父って言っときますさ。いやいやいや、そうなんだ、そんなこうエピソードがあったんだ。そうですね。あ、じゃあチーム作りというところは指導法というかね。そうですね、まあ指導法、そんななんか、大御所の先生みたいな、多分指導法っていう指導法はないんですけれども、やっぱり、プロに行ける選手って結構限られてると思うので、やっぱりこう人間教育のところはすごく大事にして、取り組んでおります。コミュニケーション取りながら。はい。うん、はい。うんうんうん、でまあ、サッカーの技術的なところは本当に、まあ、結構止める蹴るっていうところをしっかりこだわって、うんうんうん、あと運ぶですね、この3つをしっかりこだわってトレーニングは、まあ、毎日やっております。なるほどね、はい、まあ、若手の指導者だからね、僕は当たり前のことだと今思うんだけども、やっぱ年が若いが上に人間教育っていうところは、逆に言うと選手とのこう年も距離感も近いから、多分ここは非常に難しいと思う、はい、うん、まあここにどれだけのそのエネルギーであったり経験値とか語彙力とか、そういうのはまあ今後学んでいくべきであって、うん、ね、で基本をこう充実に重点的にやるのは当たり前のことだから、僕はそれがまあ指導の基本って言ったら基本だもんね。まあそうですね、はい、まあ、大学の時にも、まあ、そう、だから そこはこう、そうやって学んできたので、そうですね、だから、まあ、はい、大大の人がね、前回もちらっと最初に話した大大の人たちが指導者としては、まあね、昔でいう日体大、ね、筑波、うん、あ、もう今は大阪大大がこう本当に多いわけだから。はい、あのサッカーの指導者としてはね、うん、そこのベースがあられるんだったら問題ないでしょ。でもその指導法のもうちょっと細かくその細分化していった場合に、はい、攻撃守備、攻撃と守備、はい、まあ大きなそのこうどっちを重きを置きます？そうですね、まあ、うちは自分たちからこう仕掛けていくような、まあ、サッカーを理想としているので、うん、どっちかっていうとこう相手の状態を待つっていうよりかは、まあ、攻撃のところを結構重視しながら、うん、トレーニングはやっております。あ、はい、やっぱ若いでいいな。近藤君はポジションどこだった？いや、僕はまあ前線の方でしたね。フォワードとか中盤あたりがポジションでした。いわゆる攻撃の、ああ、そうか、攻撃の人はやるっていうし、僕も攻撃の人間だったんだけど、若い時は攻撃だったけど、はい、ある年からもう守備しかないぞみたいな。そういうそのターニングポイントがどっかで訪れる前の話だな、都市的に言ったらな。 ね、でもそれはいいことだよ。はい、まあ、どっちかっていうとそうなんですけど、まあでも、うん、なんか最近はまあ両方大事だなっていうのは思いますね、やっぱり。そうある高校の監督さんが、生のもうイケイケですよ尾崎さん言って、はい、言ったけど、お前
密かに守備やっとるだろうってバレましたかっていう、そういう人もおったから。まあもう一体かなっていうのはありますよね、やっぱサッカーなんで。そう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 。だからまあ、YouTube 上は攻撃ですよって言っといて、密かに守備ばっか練習やってましたみたいなね。うん、まあまあそこは難しい問題ではあるけれども、うん、ね、あとさ、その指導が今回インターハイ取りました、はい、でこう初戦負けました、うん、でまあ今のこう根底となるその指導方針もちらっと聞いたんですけど、選手権に向けてはどうですか。意外と選手権まで時間ないじゃないですか。そうですね、選手権に向けてはもう選手にも話したんですけど、もう特別なことはやらないぞと。なるほど。今までやってきたことの、質を上げていくよっていう話は、うん、あの選手にもして今スタートしてる段階ですね。うん、はい。まあ今その選手権っていう言葉を出したけれども、はい、ちょっと飛ぶけど高知県コロナどうなのよ。高知県ですか。練習とか今日もやってみえたけども、はい、こう活動には問題なく。いや、問題はないことはないんですけれども、まあ公立高校さんなのかは1時間の練習とか、うん、制限はあるんですけれども、まあ私学はまあ感染対策しっかりやりながらあの練習はしていいっていう今状況なので、うちは、うん、選手権の予選はいつぐらいから。選手権の予選は10月の、9日からですね、頭からありますね。あ、でももう1ヶ月も切ってるわけだ。そうですね、うん、じゃあ確かにあの時間的に猶予はあんまりないから。そうですね、もう本当に、ね、まあ、うちがベスト8からあの今回出場させていただきます。シードか、シードか、はい、シードでベスト8なので、うん、23日が1回戦なんですね、うん、なので約1ヶ月ぐらい、ね、なるほどね、はい、約1ヶ月ぐらい ね、うん、ね、うん、でも練習試合とか強化試合の数は少なくなるね、間違いなく。できないですね。なあ、そこはやっぱかわいそうだよな、はい、うん、まあ今年の3年生の子はかわいそうだけども、まあ本当最後までやれることがね、うん、まあ、祈っとるけど、僕なんかも最近なんかこう中途半端で身が入らない、うん、大学リーグもなくなっちゃってるんで今。あ、はいはいはい、まあそういう意味ではちょっとこうモチベーションというか動機づけに非常に苦労してるんで、うん、うん、まあでそこは若いからイケイケどんどんで。ね、あ、いや僕はね、若い指導者さんっていうのはやっぱ選手と一体になれるっていう強みが絶対にあるから、うーん、ストロングとしてね、はい、さっきあの人間教育っていうところもあったけれどもね、ノックダウン方式の戦いこそ勢いだからね、うーん、あー、ここはねノックダウンのためのね方程式って実はあるんではいはい、うん、いろいろ研究してさ、はい、言葉のこう語彙力、それから言葉の引き出し、うーん、勉強しな。あ、まあでも監督3年目で全国行っちゃうと、で、はい、いろいろこう見えてくることがあるから、はい、ね、頑張って、次連覇していただければと思いますんで、はい、まあ今日はちょっとそういうことで、監督就任3年目で全国を導いた指導法っていうのは僕からするとオーソドックスでいう話だったんで、僕はそれはそれでいいと思いますんで、はいはい、ぜひ今後も頑張ってください、はい、ありがとうございます。はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。